About a half hour south of Toba, the village of Osatsu has long prospered from the industry of Amma sea divers. We'll introduce you to a few of these incredible female divers, as well as some of the freshest seafood Matoya Bay has to offer. So we're here at Hachihachiman to meet some Amma-san. And Amma-san are female divers, but today we actually get to talk with some and learn more about their experiences. And most exciting of all, this is all freshly caught. This is the celebrity course that you can try here. And the Amazons are going to cook it for us. And we're going to eat all of it. So, bon appétit. Bon appétit. Hachiman Kamado is a seaside Amma hut where divers go to relax and warm up. They also welcome visitors, providing a unique opportunity to meet Amma divers in person. Of course, measures to prevent the spread of germs are fully in place to ensure a safe experience for everyone. The fire pit in the center of the hut provides a space to keep warm, as well as grill up freshly caught seafood, such as ise shrimp and abalone. So we're in the Amma hut now, and as you can see, there's a big fire pit right in the middle. It's great for keeping warm, and the Amma-san will actually cook the meal for you right before your eyes. Once the seafood is cooked and ready to eat, the Amma kindly serve it up on plates for guests to enjoy. We're about to dig into our meal of fresh seafood, and it's been cooked right before us by an Amma-san. So, very professionally done, and we can't wait to try it. Alright, let's start. Itadakimasu. Itadakimasu. In addition to ise shrimp, abalone, and a variety of shellfish, today's special menu also features homemade miso soup and other side dishes. It's really soft and very tender. And quite sweet. It's really soft. It's really soft, yeah. This is definitely one of the best ways to enjoy fresh seafood. Konnichiwa. After the meal, there's time to chat beside the fire and learn all about a day in the life of an Amma diver. So we've just finished our meal, and now we have an opportunity to ask a few Amma-san about their experiences. アマさんの仕事は何歳から始めましたか？もうね、私たちあの、ちっちゃい時から、あのね、もう海が浅場でしたのでね、もう自然とね、潜ったりすることを覚えたんですね。でも正式にあの潜ったのは18歳ぐらいからきちっとね、あの、その海女さんの、まあ、訓練というか修行みたいなものは、 あの、まあ、その先輩の海女さんから習うことなんですか？いや、もう自分たちで。はい。冬すごく寒いと思うんですけれど、あの、潜るときはどういう対策を取ってますか？何か上着1枚とか。昔はね、この白の海女だけで潜ってましたけど、今はそのウエットスーツを着るから、すごくね、 楽になりましたね。でも1年中ウエットスーツです。はい、暑いのと薄いのとあってね。はい、すごいです。あの、何歳ぐらいまで皆さんあの海女の仕事をしてますか？あのね、86歳の方もね、今潜ってます。ここのレコさんはね、80歳まで潜ってました。すごいですね。やっぱりその長寿の秘訣というのも あるんですかね、その海女さんの仕事をやっておられると。海の中でこう全身を動かしてね、仕事をしますので、
それでいいのかなっていう塩の中でね思いやすくなる、うん、それと新しいその魚とかねそういうものを食べれますのでそれもいいのかな。それは長生きします今その海女さんやっておられる方でやっぱりその年代的に若い女性の方も結構多い方なんですか、ね、あのねあの昔でしたらね泳げない人はここにお嫁に来れなかったぐらいなんですけど今はあのいろんなところから来ててね、うん、あの子育てが終わるとね私たちも練習してみようかなって方がねたくさんあのウェットスーツ着てってね練習してみるね。ではいろんな、ね、あの都道府県から、ね、地域から来てそうですね、はい、あの海女さんの仕事では一番大変なことか一番なんか嬉しいやりがいもあることをちょっと教えていただけませんか。はい、あのね、一番偉い時っていうのはね、潮の流れがすごく強くてね、うん、あの獲物を見つけてきてもね、一旦上がってくると、もうあそこだあそこだと思って行ってもね、今度はそこは行けないんですよね、潮の流れがきつくて、うんうん、そういう時はすごく偉いですね。はい。ね、一番やりがいのあることといえば、たくさん取れたら、たくさん取れたら、おいしいものを食べられる、ね、大きいのいっぱい取るんですよ。おなんか自然とともになんか仕事をするってすごいいいなと思ってて、なんかオフィスずっとオフィスの中じゃなくて、なんか本当に自然と一緒に働けて。いいなと。多分それで長生きされてると思うんですよ、うん、そうかなでもねあの天気がいいと本当にこの辺の人でしたらね、うん、女の人はね一日中この太陽の下でね、うん、畑の野菜を作ったりとかね、うん、あの田んぼのお米作ったりそして安易にその海女の、ね、潜りに行ったりとかね大変なんですよ、うんはい、でもそれもやっぱり生きがいみたいにして一生懸命やってるのがいいのかな、うんうん、だから真っ黒系ですなんか自分の手で生きていけるってすごいなと、うん、なんか現代の都会暮らしの人に、うん、から見たらなんかすごく、うん、なんか自立してるなと、うん、なんかこういう生活になんか戻りたい、うん方が多いと思います。ね、都会では、そうかな、うん。やっぱりちょっと自然にね戻りたいっていう、うん、まあ僕らの世代でもそうなんですけど、うん、ねなんか畑に興味持ってくる人とか農業興味ある人とかすごく増えてきたので、多分、ねうん、こういう海女さんの仕事もね、うん、興味持ってくれる人すごく都会にはいると思います。いいんですけどね、ところがね。今地球温暖化のせいもあってね、うん、すごくあの海がね荒れてきてるんですね、うん、海藻がなくなってきてねすごく海藻が高いんですよね、うん、だからこうあの海藻がなくなってきてるんです、うん、自然がね破壊されてくっていうかね、はい、だからねあの冬場はナマコを今から取るんですけどね、ナマコはね水温が下がらないと出てこないのでね、うん、それがなかなかね出ないんですね。そう、私たちなんか将来どうなるかちょっと不安に、ね、思いますね。そうなんですよ、うん、雨が増えてもね、うん、自然がねなくなってきてるとねなかなか、ね、難しいですよね、うん、それだけでは生活がしていけるんですね、うん、まあでもこうやって本当にすぐそこの海からすぐ直接魚を運んできてね、まあ、一番あの、うんまあ、地球にも優しいし、もうなんか一番美味しい食べ方で、本当にね、そうですね、自然にね、実感しましたね、うん。フードマイレージも本当に少ないですね、こうすると。カヤックなんですけど、すごい綺麗なと思ってって、カスリですか？カスリです。クルメガスリですね。はい、お姉さんも着てみましょうか。あ、いいですか？はい、アマになってみてください。ありがとうございます。So now I'm getting a chance to wear traditional clothes that were actually handmade by the海女さん themselves. And this skirt is a kasuri material,
And then this white upper is what they usually wear while diving. ちっちゃい人たちでね、かわいいですよ。コロヤカスリですけど、うん、白の真っ白なこれと一緒のね、模試をしてね、潜ったんです。寒くて寒くてね。寒そうです。はい、素敵や。 In full traditional dress, it almost feels like I'd become a diver myself. So how do I look? Like you're about to go diving.I don't know about diving, but I have heard that I'll get to try dancing. Good luck. The beautiful ocean views and warmth of the locals make it easy to feel right at home in Osatsu, a place that offers a truly special opportunity to learn from those who live in harmony with the sea.